前回までの龍が如く。どういう逃げ方？問答のようだ。ぶっ殺してやる。え？普通のサラリーマンやぞ。刺激やってるわけじゃねえんだからこっちは。え？やばいやばいやばい。てかなんだよ。何のストーリーよ普通に。感動する話やけど全然関係ないやんメインストーリー。西の河原へ向かい、うん、まあまあまあこれであれやな、はるかのあの話とかペンダントの話とかいろいろ聞けるかもしれんからな。おう、てかその前にポケサーちょっと気になんねんけど、そんなポケサー人気なん？てか変なおっさんおるっつてたな。え、どこっつてた？うん、あ、ポケットサーキット。うん、この見覚える看板はポケサースタジアムか。ポケットサーキット、あ、ポケモンじゃなかったんや。ポケットサーキットってそういうことね。この辺りは店の入れ替わりが激しいってのに、ここはまだ残ってたんだな。あ、10年前からあるのか。懐かしいな。昔は俺もポケットサーキットで、カムロ町最速を目指していたもんだったぜ。へぇ、キリュウもそういう時期あったんや。ちょっと待って、大人になってからじゃないか。結構子供、もっと子供時代かと思ったけど、結構大人になってからやってるやんけ。いろんなライバルとレースしたり、マシンを一生懸命カスタマイズしたっけな。ちょっとなんか、恥ずかしいよ、その歳で。まあまあまあ、いいんじゃないか。なんかちょっと、恥ずかしいな、逆だわ、それは。みんな何やってんだろうな。もう立派な社会人になっているだろうか。相手って子供か。ん？ん？その横側ひょっとして、カズマくんじゃないか。そういうあんたはもしかして、おお、なんか、もう老けたおっさんやん。誰だったかな？おいおい。それじゃ、ないぜ、カズマくん。俺の名前は、ポケサーファイター。あ、ポケサースタジアムでレースを実況してる男さ。なんか、いい歳して、なんか、なんかな。ごめんな。嘘だよ、ちゃんと覚えてるさ。あ、こいつも大人の時代、戦ってたんか。久しぶりだな、ファイター。まったく、カズマくんにはしてやられるよ。でも、君とはまた会うことができて嬉しいぜ。うん、そうか。カズマくんなんて呼ばれるのも久しぶりだな。あれからどうだ？ちゃんと元気にしてたか？うん、そうだね。まあ、ここじゃないし、なんだし、積もる話はポケサースタジアムでしようぜ。カズマくんもスタジアムは久しぶりだろう。そうだな。いや、なんか大の大人二人が、昔戦ってたってなると、ほら、子供が遊んでるとこやんな。いや、楽しそうやな。うん、この場所も久しぶりだ。あれから17年か。時間の流れは早いもんだね。カズマくん、急に顔を見せなくなっちゃったから、どうなったかと気にしてたんだよ。17年もよう覚えてんな、名前を。ああ、俺も急に忙しくなってな。なかなかここに来れることになったんだ。そうだったのか。あんたはどうしてなんだ？ずっとここで実況してたのか。俺もあれからいろいろあってね。ポケサー実況の腕は買われて北海道から沖縄まで全国の大会を盛り上げていたのさ。何？ほんとか。すごいじゃねえか。お、それはすごいな。へへ。まあね。てか、コロコロコミックとかに載ってそう。こういうの。よく頑張ったな。ファイターも昔時給850円のバイトだったが、今は結構よろくなったんじゃないか。時給850円。安すぎやろ。え？お？え？ファイターを目指すらした？え、今も時給850円ってこと？実は、本社も俺を頑張りを評価してくれてね、社員にならないかって言ってもらえたんだよ。おお、いいやんか。やっぱりちゃんと認められたんだな。うん。でも、あろうことに俺は、社員登用の筆記試験で落ちてしまってね。あ。結局、今も変わらず、アルバイトのまま、時給1020円で働いてた。あ、上がってる。よかった。よかったけど、1020円なんだ。そうだったのか。17年で170円。毎年10円しかアップしないのか。それは切ないな。17年ぶりに再会して、早々重い空気になってしまった。何か言って、この流れを変えねば。もう一度社員を目指したらどうだ。転職は考えないのか。時給は上がっている。よかったな。だって、どれもなんかあかん感じがするんだけど。もう一度社員目指したらどうだって、いいんじゃないか？これは。そうやな。ファイターの持続も変わりはないんだし、頑張ればまだチャンスあると思うが。
僕も頑張りたいんだけどね。一度試験に落ちたらまた受験資格をもらうまでに何年も時間かかるんだ。え？そうなのか。なんか失敗したな、この選択肢。ああ、またいつ試験受けられるのか、見当もつかないよ。あの時もっとしっかり勉強しておけばな。さらに空気ほのくなっちまった。まあそんなこともあってさ、今俺はこれからのことでちょっと悩んでるんだ。どういうことだ？実はさ、俺、フィアンセができたんだ。おお、よかったやん。何？ファイターにフィアンセだと？再会してからの一番の驚きだったね。確かに。いや、それは驚くだろ。でもそうか。ついにファイターにも春が来たんだな。時給1020円だ。まあ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 。ああ、実況全国、漁港をした時に、漁協でいいんかな。漁協した時に偶然知り合ってね。まさに奇跡だよ。うん。そういえば、味噌汁手前で女経験がねえとか散々茶化されていたんだもんな。だが、無事に卒業できたみたいだな。味噌汁手前で女経験がねえとか散々茶化されていた。嫌やな、その。えぐいな。いや、相手はお堅い方でね、席を入れるまでは、まだ、そうなのか、また重くなったんか。なんかすまなかったな。いいんだ。それで結婚許していただこうと、彼女の実家に挨拶に行ったんだよね。おー、いいじゃん。そしたら、正社員じゃない男に娘はやらんって追い返されちゃったんで、そりゃそうか。しかし、バイトとはいえ、ファイターにはキャリアも自重困るし、子供たちからも好かれるんじゃねえか。俺のようなはみ出し者なんかよりよっぽどいい家庭を築けると思うんだがな。それじゃダメなんだ。正社員の肩書きってのは想像以上に重いものでね、あるとないのと大違いなんだ。そうなの、そういうものなんか？彼女の実家もなかなか硬い家なんだな。まあな。そうなんだよ。そういう気にする過程でね。でもこのチャンスを逃したらもう二度と結婚なんてできない気がするんだ。それにポケサーファイターファイターとしてそろそろ世代交代も必要だと思っていてね。世代交代？そうさ。若いレーサーは増えているけど、運営側もベテランだけじゃなくもっと若い力を取り入れて、いかないとポケサー業界に未来はないと思うんだ。なるほど。ファイターもいろいろ考えているんだな。無事に交代ができたら、俺は引退して今度こそ実家の豆腐屋を継ごうと思っている。それなら結婚だって許してくれるはずさ。しみしだしね。いや、そっちをやれよ。そっちをやりながらこれポケサーファイターすればいいやん。そういう事情があったのか。そうは言っても、俺にとってポケサーは人生と言っても過言ではないぐらい大切なものだ。半端な世代交代はしたくなくてね。ファイター。だから、俺と同じくらいポケサーを愛している情熱を注いでくれる熱いやつを探しているんだ。ポケサーを愛する熱いやつか。でもそんな人材を探すだけでも大変なのに、俺はファイターの仕事があるからさっぱり見つからないんだよね。悩んでいる理由は分かった。確かに人生の分岐点にいるようだな。そうだ、ここであったもなんかの縁。カズマくんにならポケターファイターの座を譲ってあげてもいいぜ。いや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 、ヤクザにポケサーファイター、やらせるんか。それはいらん。いや、いらんやろ、さすがに。そうか。じゃあせめて2代目ポケサーファイターにふさわしい人材を探すの手伝ってもらえないかな。何？俺がファイターの後継者探しを。ああ、カズマくんが推薦する人だったらきっと信用できるだろうし。もちろんすぐとは言わないよ。カズマくんに都合がある、だろうからね。俺はそこを受付しているからまた話しかけてくれよ。ああ、わかった。ファイターの後継者探しか。え、難しくね？普通に難しいじゃん。これポケサーってできないの？これって。できないか、さすがに。でも大人が買ってるな。大人にも人気っていうことなんかな。やっぱ。もうコロコロコミック感が半端ないんやけど。後継者ね。後継者どこにいるんだろう。A few moments later. じゃあこの前はキャバクラにちょっといびりだってたから、ちょっとメインミッションちょっと進めよっか。じゃあ行こうか。ちょっとサイの IG どうした？なかったか？ああそうだ、そういえばタカシの連れの親父さんがこんなもん置いてったんだ。うん、護衛門を手に入れた。強化って女のおやっさんか。ああ
俺にくれるのか。これ木刀か。ああ、ここで一緒に見ていたんだよ。お前に感謝してたぞ。おお、まあ、それはそれはあれ。この差し入れなんだ。もらっとけ。まあ、ただでもらえるんやったら。それから病気以外ならもらいますよ。はちょっとしたカジノがあるんだが。え？お前も入れるようにしといたから。暇ちょっと待ってよ。キャバクラの次はカジノかよ。ちょっと待って。え、マジカジノあんの？この地か。一度セレナに帰るか。いや、セレナに帰る前にちょっとカジノがちょっと興味があるんだけど。え、カジノ地下？どうやって行くの？ここの地下っていうことは、え、あれしかなくね？サイの親父のとこのさ、あれはルームやから行け、あ、でも行けへんねんや。イベントがない限りサイの親父のとこには行けへんねんや。あ、これか？もしかして。あ、ちょうど、え？なんか行けそうな感じはするけど、地下の方に。船乗って。あれ？どこや？どこや、カジノ。あ、そこか？こことか。あ、ここ入るってなってる。あ、ここは闘技場か。あ、ちゃう、これ篠原のやつか。地下闘技場だ。世界中から集まった腕に覚えのある奴らが、日夜戦っている。ま、ちょっとした一種格闘技イベントっていうところだな。うわぁ、この篠原が出たらめっちゃバキやんけ。マジのバキなりやん。一種格闘技。柔道の世界だけじゃ決して戦うことできなかった強敵。それがここにいる。どうだ？出場して試してみないか？あんたの柔道がどこまで通用するのかの。さすがですね、桐生さん。やっぱりあなたに案内を頼んで正解でした。何？え？こういうのですよ、私が体験したかったのは。ここなら私が欲しかった刺激を得ることができるかもしれません。うん、どうやらやる気満々みたいだな。それじゃあ早速出場登録をしていきます。そんな簡単に出れるもんな、ここって。あんま外部に知られてはまずいんじゃない？よっしゃー気合入り、めっちゃいいやん。すごいな。あっという間に3連勝しまった。地下格闘技場でさえあんたにとっちゃ肩慣らしにもならねえか。いや、みんな強敵でしたよ。楽に勝てた試合は一つもありませんでした。え、スーツのまま戦ったわけじゃねえだろうな。さすがに。怪我一つしてへんけどな。そうかい。それにしてあんたまだ不満そうな顔してるみたいだが。キリュウさん。あなたは本当に鋭い人だ。ええ、実はそうなんです。え、これもしかしてキリュウと戦うことなのかな。どうもここのファイターたちですら、私を満足させることはできないようです。そうか。ですが、たった一人だけ、私を満足させられるかもしれない男に心当たりがあります。ほう？誰だ？あなたですよ、キリュウさん。もう、この目で言われると、戦うんか。何？あなたと私が初めて出会った時、実は私はあなたが、あのチンピラを倒すところを一部始終見てたんですよ。え、だったらなんであんな入り方してたんよ。あの時の私の技の、え？何これ？あの時のあなたの技の、さえでんかな？さえ。ここにいるどのファイターにも引けを取らない素晴らしいものがありました。うん、つまり俺とリングの上でやり合いってことか。はい。はい、お願いできますか？うん。いいだろう。その挑戦受けて立つぜ。うお、嬉しそうやな。え、マジで強いんじゃない？篠原と戦うんやったら。ちょっと待って、ちょっとレベルアップしてから行こう。よーし。じゃあやろっか。あ、こっちか？こっちじゃないな。あ、こっちか。え、このまま篠原に話したらいけるってことか？あ、キリュウさん準備はよろしいですか？ああ、行こうぜ。うん。始めよう。それでは互い、正々堂々全力で戦いましょう。よっしゃ、来いや、篠原。てめえをぶっ殺してやる。あ、でもスーツのままなんや。篠原新一。うわ、マジの柔道着で着てるやん。あ、じゃあスーツじゃないわ。柔道着で着てた。え、強い。え、あ、ほんまや。えぐい。あ、ダメージはそんなないけど。あ、え、あ、殴ってくるもすんねや。え、ちょっと強くない？えぐい。ちょっと待って。これは回復すべきだ。舐めてかかったが。マジで強い、篠原。よいしょ。いっちょって。えぐくない？近づい。ちょっと、これな、なんか、ば、おー。やべえ。え、こいつ強くね？ちょっと待って、どうしよう。おいしょ、いいよ、いい。
ハマったら強いと思う。あ、こっちが飛竜が強いと思うけど。よいしょ、やばいやばい。これ背負い投げがちょっとな、どうやって対処するかがちょっと無理やな。これなんもアクションバツ印のあんなんないしな。よいしょよいしょ、ふい。これは解除は、おお、やばいやばいやばい。よいしょよいしょ、やーべえな。それはこの背負い投げをどうにかしたいな。でもこれ立ったら、てかゲージえぐくない？篠原の、あぶね、篠原のゲージえぐいえぐいえぐい。ちょ待って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 、えぐいえぐい、本当に強いな篠原って。やっぱこの人ってオリンピック出てたっけ、篠原さんって。ほんと強いな。おお、うわ、えぐい。ちょっとガードした方がいいな、これは。こうやってまずいな、あと1個しかねえな。マジいつまでティッシュペーパーと普通に腹持ってんだよ俺。ああ、これ投げられる時のは一瞬、やーべ、ガードが間に合わんな。うわー、指がつられてきた。バツ印ばっか映ってるから。よいしょ、ちょっと待って。おお、危ない危ない。よいしょ、危ない。篠原につかみかかったら勝てんのか俺は。えぐい、やーぜ、まずまずまず。あ、やばいな、絶対捕まられないなこれは。さすが柔道。あ、ちょっと待って。よいしょ。三角がだいたい蹴りってのは分かってるわ。倒れた時に、おっと、回復来やがった。え、ちょっと待って。え、何さっきの、何さっきの。ちょっと待って。なんでなんか跳ね返されたで。よいしょ。やばい。えぐいえぐい。マジで強い。え、これ勝てんの？よいしょ。うわ、強い。危ない危ない。やばい、ゲージが。よいしょ。おれ、危ない危ない。あ、いける。うい。うい。あ、俺も三角をしたら、ああやって踏みつける。こうやって。よいしょ。危ない危ない。これなんだ？え、血めっちゃ出てるやん。え、えぐい。何？超大振りの。やばい。よいしょ、危ない。やべえ。よいしょ。よし。あとゲージがあと一つやけど、ちょっとこれはきついかもしれん。よいしょ。あぶねえ。うわ、緊張すんねえ、これは。うわ、強いな、やっぱ。あー、やべえ。これは強いぞ。篠原強いぞこれは。よいしょ、あとちょっとてめえを倒せるぞ、化け物篠原。やべ、ガードして攻撃してんのに結構きついな。よいしょ、あとちょっと。オッケー、うお、強い。でも戦い方結構学べたぞここで。攻撃してきたから、普通に三角をしたら、じゃあ四角をしたら勝てるってことやな。キリュウさん、やはりあなたは私が思ってた通りの人でした。全力出したつもりでしたが、それでもあなたの方が上だったようです。いやいや、篠原の方が上だったよ、結構。いや、あんたの技も想像以上に凄まじいものだった。勝てたのが不思議なくらいだ。ほんまよ。本当にありがとうございます。カムロ町に来てよかった。もう帰るのか？もう少しここに残って腕を磨いていこうと思います。いや、やめていただきたい。こっちがもう、また戦いましょうって言われたら勝てへん。そして、もし次にあなたの試合する機会があったら、その時こそ私が勝ちます。いや、勝てるやろ。そうか。それじゃあ俺も強くならないとな。ほんまよ。現役を引退して以来、こんなに熱くなったのは初めてですよ。またここで戦いましょう、キユさん。これでサブストーリー完了ってことね。ここが地下闘技場ってことね。ちょっと待って。何をしよう、カジノや。カジノ行きたかったのにここ来たんか。でもサブストーリー一つ終わってよかったやった。で、どこや？あ、でもなんかさ、ここ怪しいな。なんかあるな。こっちなんな。こっちカジノやろ。福間店。
カジノだ。何があるここ。え？チップ景品に交換です。チップの交換はあ、そうやな。カジノでチップで交換するとか聞くな。いらっしゃいませ。こちらは現金のチップの交換します。チップを交換なさいますか？ 31 万あるな。5000円で50枚。なるほど。100万で1万枚。なるほど。まあ、ちょっと10万で1000枚にちょっと交換しよっか。かしこまりました。チップに交換いたします。ありがとうございました。よっしゃー。1000枚あるってことは。これはルーレットで、これはなんだ、ポーカーか。で、バカラ。あ、バカラ知らない。何バカラって初めて聞いたかな。あ、ブラックジャックね。ブラックジャックは知ってる。あ、ここもブラックジャック。あ、ここもブラックジャックかな。ブラックジャックちょっとやろうか。一回。こちら、テールートのブラックジャックです。1ゲームチップ10枚から、あ、勝負です。遊んでくれます。行かれますか？ちょっと待って。いや、やめておこう。そうですか。ああ、なるほど。え、こっちは高レートってこと？あ、高レートなんや。なるほど。100枚から。いや、こっちでちょっと楽しむ。今回はちょっとブラックジャックだけにしよう。ここで遊ぼう。遊ばせてもらおう。かしこまりました。ブラックジャックって確か21に、までに揃えたら OK ってことやんな。なんだこれ。カメラ移動。はいはいはい。アイテム使用、決定、遊び方、説明、キャンセル。ベッド額変更。ベッド額、ああ、なるほどなるほど。はい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 。ようこそ。一応ちょっと、それではゲームを開始します。ベッドをお願いします。ベッド、そうやね。ちょっと俺、なんやかんや始めたけど、ルールちゃんと見とけばよかったな。ちょっと待って。ルール。じゃあ、やっていこうか。ベッド。あ、これで増やされてるの。掛けチップ。まあ、最初はちょっと1000あるし、100でちょっと一回使ってみようかな。いや、200でいこう。え？掛けチップ、ん？ああ、ここでね。あ、総理総理。8。いや、これはヒットするやろ。ヒットします。だって5、7。7やったら10来ても大丈夫やからヒット。今が何ぼや？6、俺計算やばいな、これ。6、11、11やから、これ10来たら俺勝ちや。10来い。10か11、12、13来いってことか。ただ、まあ、エース来ても別に1にすればいいから。ヒット。勝った勝った、これは。もう、勝ち確です。ねへへ。いやー、200で勝ってた。おう。よっしゃー。あなたの勝ちですね。いや、いいですね。いや、続けますよ。続けますよ。もちろん。一勝中。マックスベッドが3000に増えています。おー。そうやね。何本にしよっかね。今度は500いこうか。ちょっと。始めましょう。12。19か。これはちょっとね、スタンドかな。スタンドでちょっと勝負しよう。13。17。やりよう。オッケー。どうする？おー、どんどん増えていくね。いや、続けるよ。ちょっと楽しい。
いいね、5点ね。お願いします。次、いや思い切って1000いこう。お手柔らかに。12か、ちょっと怖いな。12は、12、10来たらえぐい。ヒット、10、あっ、ちょっと14ヒット、あーバーストバースト。いやーちょっと、いやーバカなことしたな。いや取り返す取り返す、ちょっと取り返す。いやここは全額いくよ。では始めましょう。17ね。で、6。17で6か。16で、相手もバーストする可能性もあるな、ディーラーが。これはね、スタンドやと思う、俺は。スタンド。頼む。16。よっしゃ、バーストした。あ、耐えた。どうされますか。いやちょっと続けよう、ちょっと一回な。じゃあこれな、多分な、俺めっちゃ続けてしまうから、もう これはね、全額一回いこう。お手柔らかに。これでちょっと決めよう。12かで6、これはね、引かないと。ちょっと待って、12、ちゃそうやって11やったらダメやな、それで13やな。ヒット、いや誰がこんなん、誰がやるかこんなん、もう二度と、おいクソだ、二度と食うかこんなと、クソや。ちょっと待って、マジでちょっと待って。